一方、高知龍馬空港には先月こんな自販機が登場しました。高知龍馬空港の1階に設置されたこちらの自動販売機、飲み物のほかにおむつやお尻拭きなどを買うことができるんです。自販機はおむつ台のある授乳室の隣に置かれていて、必要な時にすぐ購入できるようおむつとお尻拭きを販売しています。あ、 M と L とお尻拭きもある。すごいね。初めて見ました。すごい便利だなと思います。なんかたまにこうおむつ忘れたりとか、うんちとかしちゃって足りなくなったりとかするときあるので、こういうのあると安心だと思います。はい。おむつの自販機は飲料メーカー大道ドリンクが子育て支援として4年前から全国で設置を進めていて、県内ではこれまでに桂浜公園やイオンモール高知など9カ所に設けられていました。空港に設置されたのは全国で初めてです。お尻拭きとかも結構使うので、枚数が足りなくなったりっていうのは結構普段あるので、こういうところにあるとすごい助かると思います。そういう困った時にですね、あ、ここにああいう自販機あるなと思っていただいて利用していただけたらね、いいかなというふうに思っております。大道ドリンコは今後もおむつの自販機の数を増やしていくとしています。